こんにちは、みゆです。今私はどこにいるかというと、奈良県に来ました。奈良のものがないですけど、今奈良県に来てます。以前全国のダンス部へ挑戦状っていう企画をね、あの動画で出させてもらったと思うんですけど、あの少しでもダンス部の皆さんの力になれたらっていうことで、あの動画を投稿してもらって、スキルとかね関係なく、ダンスが一番好きそうな、ダンス愛が伝わってきた学校に無料でワークショップしに行くっていう企画を今やらせてもらっているんですけど、今回それで奈良県の一条高校を選ばせてもらいました。ということで、今から一条高校にワークショップしに行くんですけど、どんな学校かすごくワクワクしてます。ということで行ってきたいと思います。ひっ、到着しました。一条高等学校行ってきます。すごい、めちゃくちゃ素敵な建物。はい、すごい。行ってきます。すごい、めっちゃ綺麗だし。お目にかかれるのがもう、ありがとうございます。ダンスは初めてですか？ダンスは高1からやってます。応募ありがとうございました。応募してくれた理由とか教えてもらってもいいですか？みゆさんのインスタを自分でフォローしてて、それでまあみんなもそれぞれフォローしてて、そういう企画を見て絶対会いたいし、まあ、来てほしいと思ったから応募させていただきました。ありがとうございます。なんかまだ始まって15分ぐらいなんですけど、もう、まあ、この学校を選んでよかったなってもう思ってる。ね、すごい。頑張りましょう。お願いします。ありがとうございます。よし、じゃあ早速始めたいと思います。イエーイ。緊張してる人は、お、ちらほら緊張 しないでもういいので、ラフに楽しんでやってください。全然できなくて OK なので、むしろ初めてやる人、お、初めてで、ね、できる人いないので、ハウスなので、できないことを楽しみながらちょっとやってください。じゃあ広がってください。ゆっくり進めるので、分かんないことあったらすぐに分かりませんって手を挙げて言ってください。はい、はい、したら、ステップ始める前に、まあ、アップでやったんだけど、ちょっとリズムの取り方を説明します。 1,2,3 の時に足かかと3,4,1,2,3,4。これがシャッフルっていう動きなんだけど、みんな踏めそうなので、ここにつま先を入れる。そう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 、意外と早いでしょ、意外と難しいと思うんだけど、っていう使い方がすごい大事なので、シャッフルした後のこのチョン、こういうの見たことないかな。こうい
るよね。レベル1。そう、こういうのがあるんですけど。ダンスに年齢は関係ないと思ってて、まあ上下関係とかはすごい大事だけど、あの若くても。なんかすごいハウスって難しいジャンルだからさ、避けて通る人が多いんですけど、本当にできるようになったらめっちゃ楽しいから、今日もなんかすごい楽しんでやってくれてて嬉しかったです。もっとダンス楽しんでとか言おうと思ったんだけど、めちゃくちゃ全員がダンス楽しんでる感じがすごく伝わってきたので、ずっと続けてほしいなっていうのが私のすごい思いです。ダンス高校生の間やっててもやめちゃう人がすごく多いので、自分がやりたいって思ったこととか目標だったりとか夢っていうのは絶対に叶うから、あのダンスで何かやりたいって思ってる人は本当に諦めないでやってほしいなっていうふうに思います。なんかみんなすごいダンス楽しんでたから、素直にやめないでほしいなってすごい心の底からめっちゃ今日思いました。多分みんな楽しいから踊ってると思うの、楽しくないのにやってる人多分いないと思うので、その心を絶対に忘れないで続けてください。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。多分人ってちょっとでも楽しくないな、難しいの嫌だなって思ったら続けないと思う。だから、まあ、ハウスダンスの場合なんだけど、マイレッスン絶対に楽しいと思って帰ってもらおうっていうふうに思ってて、それはもう一番心がけてる。ただ練習がマイレッスン内容を優しくするとか簡単にするわけではなくて、一人一人とコミュニケーションが今日は、まず来ていただいてありがとうございました。一応高校はそのハウスが、ハウスやったことある人もやったことない人も、いて、自分が好きなジャンルをこう極めていく高校で、で自分もハウス、自分は結構ハウスが好きな方の人間なので、今日こうやってみゆさんに来ていただいて、こうみんなにハウスの楽しさをこう感じてもらえたかなと思って、すごい自分はそれだけで嬉しいので、
すごいいい時間でした。ありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございます。なんか本当にこの学校を選んでよかったなってめっちゃ心の底から思ってます。ということで全国の高校ダンス部へ挑戦状という企画無事に終わりました。なんか今回はスキルとかテクニックとかそういうの関係なくダンス愛が一番強い部活を選ばせてもらいますっていうことだったんですけど、実際に今日奈良県に来てみて本当にダンス愛一番強いんじゃないかなっていうぐらいすごい気持ちが溢れる部活で、この部活に来れて本当に良かったなって今心の底からすごい思ってます。改めて一条高校の皆さん応募してくださってありがとうございました。また来たいです。普通に本当にいい子たちでダンス大好き、苦手なことでもやりたいっていう気持ちがすごい強かったので、またいつか教えに来れたらなっていう風に思ってます。ありがとうございます。なんかこの企画すごい自分で企画しといてあれなんですけど、めちゃくちゃいい企画だなってすごい思ったので、なんか機会があればまた違う学校とか行ってみたりしたいなと思いますので、また機会がある際はぜひ挑戦お待ちしてます。ということでここまで見てくださった皆さんありがとうございます。年内10万人をね目指しているので、ぜひ皆さんチャンネル登録まだしてない方、今これ見ててしてない方たくさんいると思うので、チャンネル登録ボタンをポチッと押して、もし感想とかあったらコメント、そして高評価よろしくお願いします。それではさようなら。